日本山梨県甲府市、北口北口は、山梨県甲府市の地名。現行行政町名では北口1丁目から、北口3丁目。住居表示実施済み区域。郵便番号は 400-0024? 甲府市街地の中央部に位置し、朝日、武田、宮前町、元高野町、あた町、丸の内に隣接している。甲府盆地北園の山裾から南流する。 相川線上地の先端部にあたる、山梨日日新聞社や山梨放送などがある、山梨文化会館、セインツ。25をはじめとする、中高層マンションが数棟、ビジネスホテルが数軒、それに、いくつかの商店があり、甲府駅南口に位置する丸の内地区や中央地区と、比較すると、おとなしい街並みである。なお、旧甲府機関区ヤード跡付近に位置する中央。 消防署や甲府地方合同庁舎、NHK 甲府放送局は、甲府駅北口に位置するが、住居表示は丸の内である。甲府駅北口の再開発事業に伴って、地区内にあった、県有施設や雑居ビルが撤去され、2012年には、山梨文化会館となりに、山梨県立図書館が移転した。復元された、甲府城山手門甲府盆地北園の山裾から、 南流する相川扇状地の先端部にあたり、湧水もあることから近辺には、塩部遺跡など古墳時代の集落遺跡が存在し、北口地域では、S 字状公園譜代亀などの遺物は散在的に確認されているが、戦士、古代から中世紀に至るまで、集落の存在は不明。戦国期には、開始後武田氏により、古府中朝に築かれた、筒字ヶ崎館を中心に、 甲府城下町が形成されるが、北口は城下町の南端にあたり、甲府城下町遺跡の発掘調査では、墓域などが検出されている。江戸時代には、独立丘陵である一条小山に甲府城が築城をされ、北口地域は内堀で威嚇された内城区域から二の丸で威された武家地、三の堀に威された超人地の一部にあたる。北口区域には内城から、 武家地へ通じる甲府城北川の山手門や、柳沢城主時代の家老、矢田重森の屋敷地、甲府近番山手役宅や甲府藩士、甲府近番氏の武家屋敷が分布していた。柳沢家老屋敷や甲府近番役宅の所在地は、不明であるが、山手門は、所在地が否定されており、甲府市歴史公園の整備に伴い復元されている。明治初期には、武家地が払い下げられ、 内堀が埋め立てられた。甲府城域は観光庁用地として開発され、桜工事、仙手工事、森下工事がそれぞれ、弥生町、水門町、日向町と改められる。また、町人地であった五南土町やあた町、元城屋町の一部も含む、明治初期には県庁主導の食産工業政策で、官僚製紙場が設置された。 1962年の新住居表示整備都市に指定された時に現在の地名となった2018年8月31日現在の世帯数と人口は以下の通りである私立小中学校に通う場合学区は以下の通りとなるありがとうございます